はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第135回でございます。で、今回のテーマは誰のために動画を撮るのかっていうのと、サブテーマは銀の盾いただきました。もう一個、卒業記念動画3月中にと、あとツイッター告知です。これちょっと毎回入れていきますね。要するに今ツイッターのフォロワー増やす週間じゃない、月間なので、月間でもないけどね。で、まあひとまず今回テーマ、それについて喋っていきます。で、これはですね、今高校生の数学の数 B っていうところの確率分布っていうところを取ってるんですね。まあ中学生の子とか卒業したばっかの子は何って思っちゃうかもしれないんだけど、まあそういった勉強を取ってるんですよ、数学関係のね。でも、コメント欄ですごく今多くいただいてることなんですが、そこってね、勉強しないとこが多いんです。ちょっとはカリキュラムの関係っていうか、ね。で、なんでそこ取ってるんですかみたいな。で、まあ、言い方、表現は人によって違うけど、なんでそこ取るんですかとか、っていう不思議に思ってるだけの子もいれば、いや、そこ取んなくていいですか、早く数三取ってくださいよ、みたいな。そう、他取ってくださいよ、何やってんすかみたいな人もいるわけですよ。で、もちろん気持ちはわかるんですが、ちゃんと意図があって、それを、今回今数尾のそこを取ってるので、まあ、今回それについて説明していきます。で、その説明ついでに、まあ、誰のために動画を撮ってるのかっていうところの本質のところにも、まあ、関わることなので、まあ、せっかくなら、話していこうかなと思いますので、もしよかったらお付き合いください。で、まあ、お付き合いくださいっていうか、それだけなんで、もうね、サクッと終わるんですけど、今回は。確かに、今ね、その学校ではそこを勉強しないとこも多くなったので、必要ないじゃないんですよ。ね、受験で必要ないとかさ。だから言ってしまえば、まあ、高校の勉強もね、その受験のためが全てって言い方はしたくないですけど、でも受験のことを考えていれば、受験で使うか使わないか、出題されるのか、出題されないのかがまあポイントじゃないですか。無駄な勉強はしたくないっていう子も多いと思うしね。なので、まあそう思う気持ちはわかるんですけど、実はですね、自分のこの YouTube のチャンネルをね、動画を使ってくれてる方っていうのは、もちろん学生が一番多いです。小学生、中学生、高校生、まあ中高生、一番は中学生が一番多いんですけど、まあ、中高生が多い、圧倒的にね。でも、学生、まあ、小中高生じゃない方、つまり、まあ、自分と同い年ぐらいの社会人の方とかも結構多いんです。で、その中でも一番多い、まあ、自分が把握してる限りですよ。把握してる限りで一番多いのは、看護学校を受験される方なんですね。で、これはですね、もちろんこう、学生を経てストレートで看護学校を受ける方も見てくださってコメントとかね、メールいただくことも多いんですが、その、本当自分と同世代とかちょっと上の方、ある程度お子さんが育った後で、就職しようと思った時に、看護学校を通って、そういった仕事に就きたいっていう風に思って、でも、もう10年以上勉強離れてるから、数学とかわからない。で、探してみたらたまたま見つけて、みたいな。で、看護学校この前受験終わったんですけど、受かりましたみたいなとか、メールたくさんいただくんですよ。で、そういった方も見てくださったりとか、ほんといろんなね、日本だけじゃなくて、海外の、日本人学校、通ってる方とかもたくさん見てくれたり、コメントもくださるので、そう。で、まあ、いろんな方が使ってくださってるんですけど、もちろん、今の高校生からしたら無駄な勉強かもしれない。ね、もちろんそれはわかってる。けれど、例えばその看護学校とか、学び直しって言って、昔勉強したことをもう一回勉強してみようと思った時に、必要になる方はいらっしゃるわけだよ。ここの単元にしても。そう。だから撮ってるんです。つまり、誰のために動画を撮るのか。もちろん、一人あなたのためだよって言ったらかっこいいですけど、そんなことは言えないし、見てくださってる方、でも今、登録者が13万人ぐらいいて、13万人の方全員に納得してもらえる動画なんて撮れないわけですよ。どっかを立てればどっかが立たなくなるから。そう。だけど、やっぱりこう、できる限り幅広い科目と幅広い、まあね、高校に関しては数学しか取れてないですけど、でも中学校も一番最初は数学しかなかったんですよ。数学英語から始めたから。でも、社会とか高校なんて取れると思ってなかったし、自分苦手だから。でも必死で勉強して、特に社会。必死で勉強して、公民、地理、歴史取り終わって、で、やっぱこう数を増やしてって、少しでも、ね、例えば数学英語しか取ってなかったら、いや、数英得意なんですけど、社会ないかなみたいなことも思うわけじゃないですか。で、そうやって数を増やしてって、ちょっとでもこう、役に立てる。もう、多くの人に役に立てるように、と思ってやってきたので、誰のためって言われたら、一人でも多くの方のためなんですよ、俺からしてみれば。そう。もちろん、ターゲットとしては、
学生のみんな、特に中高生の方向けとは思ってますけど、でも最初はそっからそのイメージしかなかったのに、活動をね、こう3年以上続けてきたら、そうやって思っても見なかったところから見ていただいて、ね、そのメール感謝をしていただいて、役に立ててっていう、今その現状があるので、そういったことがあってやってます。で、その確率分布に関してなんですけど、他の、例えば、数列とか、ね、ベクトルとか、その単元よりは、かなりね、基礎的な問題しか開けてないです。で、それは、まあ、看護学校もね、レベルによりますし、場所にもよるんですけど、ひとまず教科書レベルは絶対に取ります。そこは。そこは網羅したいんで。でも、その他にも、ちょっと応用問題とかも結構取ったりするんですね。特に高校数学に関しては、ちょこちょこ盛り込んでいくんですけど、まあ、そういったところはあまり入れずに、ひとまず、教科書レベルのことがね、皆さんにこう、理解していただける、役に立てればいいかなと思って取らせてもらってますので、もう少し、まあ、その数 B が取り終わった後、どれ取るかまだ決めてないんですね、実際。数3に行くのか、数 A、取ってない、数 A ね、取り終わってないんで、数 A 行くのか、あとは小学校とかのね、取り終わってないところ、あと取り直ししたいところとかもたくさんあるから、まあ、そっちに行くのかとはまだ決めてないんですけど、ひとまず、まあ、自分の、指針というか方針は、一人でも多くの方に役に立てるものを取っていきたいっていうところだけなので、役に立たないな本当にって思う方もいらっしゃると思うんですよ。そういうコメントもいただくのでわかるんですけど、でも、まあ、そこはちょっと、ね、いろんな方の意見をこうね、聞くのは聞きますよ、もちろん。参考にさせてもらいますけど、あ、この人が困ってる、じゃあこっちやんなきゃ、あ、こっちもやんなきゃってなっていったら、結局自分が潰れるだけなので、きっと最終的に。で、あっちつかずこっちつかずになって中途半端になるみたいな。それが一番、きっと、いろいろ踏まえた上で考えた時には、一番それが失礼になると思うんで、見てくれてるみんなに。だから筋を通します。自分の信じた筋をね。と思っておりますので、ご理解いただけると嬉しいです。はい。もちろんね、やっていく中で、あ、ちょっと方向間違ったなと思ったら修正はしていきますんで、これからも、とにかくね、精魂込めて動画作ってきますんで、自分はね、もう勉強動画をアップすることしかできないから、面白いこともできないしね。そう。だけど、まあ役に立てるようなものを頑張りますんで、ぜひぜひ、今後もね、よろしくお願いします。で、サブテーマの方行くと、その銀の盾、この前ね、動画を急遽アップしたんですが、YouTube のね、チャンネル登録者が10万人超えると、銀の盾っていうのが記念にいただけるんですけど、自分がちょっと申請するのがめっちゃ遅くってですね、やっと、手元にこの前届きまして、動画をね、アップさせてもらったんですが、すごい、多分、自分が上げた動画の中で一番の評価数とコメント数をいただきました。すごい温かいコメント、ね、200何件ありましたけど、全部読ませていただきました。ちょっと返信できなかったんでね、申し訳なかったんですが、あと、ツイッターの方でも、いただきましたっていう画像を上げて、すごいたくさんの方からコメントをいただいて、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかったです。銀の盾いただいたよりも嬉しかったです。そう、みんなにこう、祝福って言ったらあれかもしれないですけど、祝っていただけたこと、そしてそうやっていうふうにコメントもらって、そういうふうに思ってもらってるんだって、思えたことが本当に嬉しくてね。先週、ダラダラジオを撮った後に届いたんで、それ喋れなかったんですよね。ちょっと間に合わなかったんで、なので今週になっちゃったんですけど、本当にありがとうございました。で、100万人行くとね、金の盾もらえるんですけど、ちょっとさすがに勉強動画で100万人は、厳しい気はするんですけど、まあ、ひとまずコツコツね、これからもやっていきますんで、はい、頑張ります。で、最後が卒業記念動画ですね。こちらも締め切らせていただいたんですが、たくさんの方に参加いただいてありがとうございました。で、制作がですね、まだちょっと全く取り掛かってないんですけど、ひとまず、3月中に、で、遅くても春休み中に、アップするようにしますので、もしよかったらそちらもね、ご視聴いただけたらと思います。で、先に伝えておくと、今回3つテーマあったんですけど、保護者の方からのがね、ちょっと自分が告知があんま良くなかったのもあってですね、去年たくさんいただいたんですけど、今年ほんと数名しかちょっといらっしゃらなかったので、ありがとうの方にそちらのコメントを入れさせてもらって、後輩の声のメッセージとありがとうのメッセージの2本でいこうと思います。ただ、いただいたその保護者の方のメッセージもちゃんと採用というか使わせていただきますので、そのような形になりますのでよろしくお願いいたします。では、今回はハイチのダラダラジオ第135回。誰のために動画を撮るのかというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。
で、次回がですね、3月最終ですよね。最終日曜なので、4月の1週目がちょっと迷ってるんですけど、以前から定期的に撮るって言って完全にサボっている、このチャンネルについての説明、本当は3ヶ月に1回くらい撮ろうと思ってるんですけど、まあ、全然やれてなくて、まあ、それを久しぶりに撮ろうかなと思っております。まあ、急遽喋りたいことができればね、そっちに変わるんですが、まあ、もしよかったら、次回の方もご視聴いただければ嬉しいです。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。